皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。119名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。最近本当梅雨の影響でですね、こう、まあ、私物がこう破壊されたりとか、この紙袋、こっちか、この紙袋ももともと僕使ってたんですけど雨でやられちゃって、ちょっとですね、今一時的に住んでる場所がホームレスっぽい感じが出てますよね。ちょっと気をつけないといけないです。でですね、昨晩ですね、僕は今荷揚げのアルバイトを、日月火、水金以外ですね、基本的に8時間肉体労働をして、その、水金がそのお休みなので、そのお休みを使って別のアルバイトですね、でここで韓国のダイニングバーのアルバイトを夜やってます。で昨日はですね、韓国のダイニングバーのアルバイトなんですけど、僕はですね本当に今食べ盛りで、思春期真っ只中を迎えております。これもですね、まあキャラが大事なのかなとは思うんですけど、韓国のダイニングバーのアルバイト、まかないがあるんですよ。で僕はまかないが本当に楽しみで、そのアルバイトを始めたって言っても過言じゃないぐらいまかないが楽しみで、もう思春期なんで。でもう初日からですね、とにかくまかないをいただくために、まあ、頑張るわけなんですよね。で、で仕事終わったらですね、お疲れ様でしたと、まかない大盛りでお願いしますっていうのがすごい気持ちくて、キッチンにはですね、基本的に女子大生の女の子が3、4人いるんですけど、いつもそれを聞いた瞬間こう吹き出すんですよね。また来るみたいな、出た大盛りってまた言ってるみたいな。しかも僕それ初日から僕言ってたんで、さすがにちょっとまあ何やこいつと思われたかもしれないんですけど、それはやっぱり仕事でしっかりカバーして、やたら僕声は出すんですよね。まあ、新人なんで全然使い物にならないんですけど、とにかくいらっしゃいませとか、ありがとうございましたとかで、韓国語たまに話すんで、みんなわかんないけどとりあえずはいっていう、そしたら活気が出るんで、そういったものを意識してます。全てはですね、まかないを、もらうため、お疲れ様でした、まかない大盛りお願いしますみたいな、あれでふって笑う女の子のあの反応がすごい面白くて、今まあやってるわけで、まあ、昨日もそのアルバイトだったんですけど、ですね、キッチンに韓国の方がいて、その方がまあ韓国料理をお客様に提供してるんですけど、毎回その方が僕に大盛りをすごいついてくれるんですよ。本当にご飯をてんこ盛りにして、僕にだけ大盛りお願いしますって言うんで、こいつまた行ってるみたいな、で大盛りをくれるんですけど、昨日はですね、なんかこういたずらが働いたんですかね、僕まかないいつも通り大盛りが来て、昨日はなんかキムチチャーハンみたいなやつだったんですけど、あんま日本語も上手ではない方で、こうまかない、はいまかないみたいな、お疲れみたいなのを持ってきて、で、これ辛いよと、辛いからみたいな言って、もうあまりこう口数の多い方じゃないんですけど、辛いからみたいな言ってどっか行っちゃったんですけど、で実際にこう食べてみたら、もうめちゃくちゃ辛くて、めちゃくちゃ辛い、もうありえないぐらい辛くていやー、カレっていう、まあすごいどうでもいい話で、はい、すいません。ただめちゃくちゃ美味しくて、まあ辛いけど本当に忙しい中作ってくれるまかないっていうのは本当に美味しいです。はい、で今日ですね、僕のまあコンプレックスが一つまた、やべ、言われたコンプレックスがあって、コンプレックスをちょっと紹介できたらなと思うんですけど、あれですね、僕よだれがマジですごくて、起きたら大体これもよだれがブワーってついてるんですよ。で今ホームレスなんで、こう、まあ、今ここに川があるけど、こう川の水でバッて洗うわけにもいかないじゃないですか。だからこう放置して、公園に行くまで放置してるっていうのがすごい悩みです。はい、さっきふとおならが出たんですけども、本来であれば編集した方がいいと思いながら、まあでもまあ素の自分をまあ発信していくっていう上では編集しちゃいけないと思うんで、おならがすごい橋の下で響いた
まあ、動画にはなってます。はい。でまあよだれをすごいどうしようかなと悩んでるっていう話でした。まあ皆さんにもいろいろ悩みがあると思うんですけど、まあよだれで悩んでる方いらっしゃったらぜひですね解決策を教えてください。以上ですね。ハリウッドスターを目指す男アレクサが橋の下からお送りしました。それでは皆さん失礼します。